スティーブン・ウィリアム・ホーキングは、イギリスの理論物理学者である、大英帝国君少女君、FRS、フラ。スティーブン・ホーキングとも、一般相対性理論と関わる分野で、理論的研究を前進させ、1965年に、ブラックホールの特異点定理を発表し、世界的に有名になった。1971年には、宇宙創生直後に、 小さなブラックホールが多数発生するとする理論を提唱。1974年には、ブラックホールは素粒子を放出することによって、その勢力を弱め、やがて爆発により消滅するとする理論を発表。量子宇宙論という分野を形作ることになった。また、一般人向けに、現代の理論的宇宙論を平易に解説する、サイエンスライターの才能も持ち合わせており、 その著作群が各国で翻訳されており、これでも人々によく知られている。車椅子の物理学者としても知られる。1960年代、学生の頃に筋粛性即作放火症を発症したとされている。ALS は長い間、発症から5年程度で死に至る病であると考えられていたが、途中で進行が急に弱まり、発症から50年以上にわたり研究活動を、 続けた。晩年は、医師伝達のためにアイトラッキングによる重度障害者用医師伝達装置を使用し、スピーチや会話は、コンピュータプログラムによる合成音声で行っていた。一般相対性理論が破綻する得意点の存在を証明した得意点定理を、ロジャー・ペン・ローズと共に発表した。一般相対性理論と、量子力学を結びつけた、量子重力論を提示している。 この帰結として、量子効果によって、ブラックホールから粒子が逃げ出すというホーキング放射の存在を予想している。タイムトラベルが不可能であるとする、時間順序保護仮説を提唱し、過去に行くことを許容する、閉じた時間線が存在するためには、場のエネルギーが無限大でなくてはならないとしている。父フランク、母、イゾベルの間に、オックスフォードで生まれた。両親は、経済的には、 恵まれていなかったものの、父はオックスフォード大学で熱帯医学を学び、母も同大学で PPE を学んだ。第二次世界大戦の直前、ある医学研究所で、フランクが医学研究者として、また同じ場所でイゾベルが秘書として働いていたことで二人は出会った。両親はハイゲートで暮らしていたが、第二次世界大戦でロンドンは爆撃を受けていたため、 お腹の子を安全に産むために母はオックスフォードに疎開して出産した。こうしてスティーブンが誕生した。スティーブンにはフィリッパとメアリーという二人の妹ができ、またエドワードという養子縁組による兄弟もできた。スティーブンはバイロンハウススクールで初等教育を開始した。1950年に父フランクがナショナルインスティチュートフォーメディカルリサーチの 寄生中学部門の長となると、一家はセントオールバンズに引っ越した。スティーブンはラドレットスクールに1年通い、1952年からはセントオールバンズ校に通った。一家は教育を重視していた。父フランクはスティーブンを評価の高いウェストミンスタースクールに入れたがっていたが、当時13歳だったスティーブンは、奨学金のための試験の日に病気になり受験できず、 家計の状況は、奨学金なしで通わせるのは困難だったので、スティーブンはそのまま、セントオルバンズ校に通い続けた。ただ、これで良かったこともあり、スティーブンは仲の良い友人たちとボードゲームをしたり、花火を作ったり、模型飛行機やボートで遊ぶことができたし、また、キリスト教や ESP について話し合うことができた。1958年からは、数学教師、 ディクラン・タータの助けも借りて、この仲間たちは時計部品、電話交換機、中古部品などを使って計算機を作った。学校ではアインシュタインとして知られていたものの、もともとは学問的にはさほど優れてはいなかった。やがて科学に適性があるところを見せ始め、数学教師のタータに鼓舞されて、スティーブンは大学で数学を学ぼうと決意した。スティーブンの父は、 数学専攻で卒業した人には職が少ないということから医学を学ぶことを勧めた。父は自分のアルママータであるオックスフォード大学で息子が学ぶことを望んでいた。当時、オックスフォード大学では数学を選択できなかったので、スティーブンは物理学と科学を学ぶことにした。1959年の試験を受け奨学金を獲得することに成功した。 1959年10月に17歳でオックスフォード大学に入学した。最初の1年半、彼はうんざりさせられていて孤独だった。というのは他のほとんどの学生に比べて彼は若く、また大学の教育内容が馬鹿らしいほど簡単と思えたからだった。変化が訪れたのは第2学年と第3学年で学生の一員になろうと努力するようになり、 クラシック音楽とサイエンスフィクションに興味を抱いている者たちのグループと交流するようになってからである。また、大学のボート部に参加しようと決意したことも状況を変える効果をもたらした。ボート部では、コックスという小切手たちのリズムを整える役を務めた。ホーキングは、オックスフォードの3年間で約1000時間勉強したと見積もった。この関心できない 学習習慣により最終試験は厳しいものとなり、彼は知識が必要な問題ではなく、理論物理学の問題だけに回答することにした。第1級優等学位は、彼が計画していたケンブリッジ大学の大学院で、宇宙論の研究をするための受け入れ条件だった。不安で彼は試験の前日あまり眠れず、最終試験の結果が、第1級と第2級のボーダーライン上だったため、 オックスフォードの試験官とのビーバが必要になった。ホーキングは自分が怠惰で気難しい学生とみなされていると懸念した。そのため計画を説明するようビーバで求められたとき、彼はもしあなた方が私に第一級を与えてくださればケンブリッジに行くでしょう。もし第二級を受ければオックスフォードに残りますから私に第一級をくださると思いますと言った。彼は 自分が考えるより高く評価されていた。彼の物理の指導教員だったロバート・バーマンが表したように試験官は彼らの多くよりはるかに賢い人物と話していることを認識できるほどに理解力があった。物理で優等学士学位の第1級を受け友人とのイラン旅行を終えた後、彼は1962年10月に ケンブリッジのトリニティホールで大学院の研究を始めた。ホーキングの博士課程1年目は困難だった。指導教官に著名なヨークシャー出身の天文学者、フレッド・ホイルでなく、現代宇宙論の階層の一人であるデニス・ウィリアム氏、アマが割り当てられたことを知り、はじめは失望した。また、一般相対性理論を研究するには、 数学の訓練が足りないことが分かった。運動ニューロン病と診断された後、ホーキングはうつ状態に陥った。主治医は学業を続けるよう助言したが、彼は意味がないと感じた。病気の進行は医師の予想より遅かった。ホーキングは支えなしで歩くのが困難になり、話しぶりは分かりにくくなったが、余命わずか2年という初期診断は起用に終わった。 シアマに励まされ、彼は研究に戻った。ホーキングは1964年6月の講演で、フレッド・ホイルと彼の学生ジャイアントナーリーガーの研究に、公に異議を唱えた時から、再起がアリ生意であるという名声を築き始めた。ホーキングが大学院での研究を始めた時、宇宙創生を解き明かす理論である、ビッグバンと定常宇宙論について、物理学会では、 盛んな議論があった。ブラックホールの中央に時空の特異点があるというロジャー・ペンローズの定理に触発され、ホーキングは同じ考えを宇宙全体に応用した。そして、1965年の間、彼はこのトピックについての論文を書いた。ホーキングの論文は1966年に承認された。 他にも前向きな動きがあった。ホーキングは、ケンブリッジのゴンビルキーズ・カレッジの特別研究員の資格を得た。1966年3月に、一般相対性理論と宇宙論の専攻で、応用数学、理論物理学の博士号を得た。そして彼の小論、得意点と時空の幾何学により、その年の権威あるアダムズ賞を受賞するという最高の栄誉を、 ペンローズと共有した。2018年3月14日、イギリス東部ケンブリッジの自宅で死去した76歳ボーズ。葬儀は3月31日、ケンブリッジ大学にあるキリスト教会で行われ、追悼式が6月15日ロンドンのウェストミンスター寺院で執り行われた。博士の遺械はアイザック・ニュートンら著名な科学者の墓の近くに埋葬された。しかし、 前述のロジャー・ペンローズのように完全には死後の世界を否定しておらず、むしろ肯定的な人間とも仕事をすることはある。それについてホーキングはあくまで私の中の主張と注釈を述べている。ありがとうございます。